はい、どうも松たか子でございます。毎度おなじみルローの番組ではない山田モータスでございます。今回の動画ですね、ジャバーバーンこちらになります。マジョレットプライムモデルデラックスエディションということでね、7月の20日かな、発売になったかと思うんですけども、結構ね私送るっぱらせながら、まあ203日かなの日にねちょっと購入してきたんですけども、トイザラスでねちょうど2割引きセールになってたので、まあ600円台でね買えたのでとてもね良かったです。まあ実際ね750円ぐらいするのかな税込みなのでね、あの2割引きなので結構恩恵を受けて、3台買ってね1800円ちょっとだったので、とてもねお安く買えて良かったと思いました。はい。で今回はねイオンさん限定ではなかったんですね。まあ以前にね過去にプライムモデルとね発売としてね発売されているものは私、まあ、知ってる限りですと2019年のね去年の7月に発売になりましたクロームエディション、こちらねなかなかねいいラインナップだったんですけど、ヤマダこれは1台も買わなかったかな。結局ランボルギーニ裏缶がめちゃくちゃ欲しかったんですけど買えなかったというね感じで、あとはねそんなに興味がなかったといえばそうだったので、まあ、購入しませんでした。そして、その次にね2019年の11月のねレーシングエディション、こちらねヤマダ結構買ったかなと思うんですけども、唯一ねちょっと買い逃したものがこのスカイラインのねコンセプトか、これちょっと買い逃してしまったのでちょっとね失敗したなと思いました。東京のね銀座にあります日産ギャラリーにね行くとそれが展示してあって、見るとねめっちゃかっこいいので、それを見てからねいやー買えばよかったなと思ったんですね。で今回が2020年の7月に発売になりました、プライムモデルデラックスエディション、これはね今までの、プライムモデルの中で一番ちょっとね興味、皆さんね興味があるんじゃないかなと思うんですけども、こちらねちょっと見ていくと、ラバータイヤって書いてあるんですよ。でまあこれを見るとねラバータイヤになってるんですね。そして、2の方が、ディテールドペイントなので、まあ、ペイントがねまあなんて言うんでしょうね、普通のベーシックのマジョレットのモデルよりはふんだんにされていて、まあ後にね出しますけど、あもう今出してもいいですよね。この R35 なんかはクロームメッキねになっていて、まあブルーの、メッキになってるって感じになってますね。はい。で、3番目がスペシャルギミックオアメタリックホイールということで、メタリックホイールでないものに関しては何かねスペシャルギミックがあるということで、こちらの R35 がほらこれプラスチックのねホイールなので、こういう車体に関してはスペシャルギミックがあるということなんですね。楽しいよね。でパッケージもちょっとね面白くて、ここにねフューチャー3って書いてあって、フューチャー3っていう中のスペシャルギミックと、メタリックホイールのあれなんですけども、ちょうどねまあこれで言うとホイールのあたりをこうね刺してる感じになって、で GTR ねの方になるとボンネットのあたりをねこう刺してるような形になってるかなと思うんですね。で、2ねフューチャー2の方がディテールドペイントなので、まあボディをねこう線で刺してるような感じになってるかと思います。じゃあちょっとね裏側を見ていきますと、こちらになりますね。はい。ラインナップの方は全部で5車種になってまして、日産 GTR と、フォードマスタング、そしてポルシェ934、フォードマスタング。これマスタングね、2種類あるんですけども、こちらがね、プラスチックのホイールで、ギミックがあるんですよね。で、私がね、ちょっと今回購入したのはこちらを買いました。底面式の方ね。やっぱり、まだちょっとね、クラシックカーというか、古い車が好きなので、どうしてもね、2台マスタング、まあ、このね、かっこよかったんですけど、なんか同じ色味ですし、なんかね、それでまあ、何回かね、ちょっと皆様にはね、ご報告させていただいたと思うんですけども、お引っ越しもするので、なるべくね、最小限に買うものは、ミニカーね、引っ越し終わるまではと思ってるんで、まあ、ちょこちょこね、もう引っ越し始まるので、ちょっと控えちゃうのでね、これは購入しませんでした。あとね、フォルクスワーゲンの T1 のバスの方もね、購入しませんでした。ちょっと今回はスルーしました。マットブラックのもので、タンポイサーツがね、ふんだんに入っていて、なかなか魅力的だなと思ったので、で、こちらの方は、メッキのホイールだったかなと思うんですけど、ごめんなさい、ちょっとね、未確認でございます。はい。それではね、この3つの方をブリバリしていきますので、最後までね、ご視聴していただけましたら、ありがたいと思います。はい。それではですね、ブリバリしていきたいと思います。ちょっと楽しみね。それではね、こちらの、メタリックのね、ホイールのモードを後にして、ちょっと楽しみなね、こちらのスペシャルね、ギミックありの GTR をブリバリしていきたいと思います。リアの方にはね、リアというか、パッケージングの下の方にはね、カードが入ってるので、まあ、こちらの方もね、ちょっと見ていきたいと思います。はい。はい。それではね、開けてまいりましょう。ちょっと楽しみ。ワクワク。あー、危ない。
はい、ガムが入ってましたね。まあこれね、ちょっとね、毎回ね、ガムを食べながら、まあ子供の頃をね、思い出してね、まあガムをね、ガム付きのミニカーなんかね、子供の頃買ってもらったらめっちゃ嬉しかったよね。それを大人の山田は今でも嬉しく思って食べるわけでございます。じゃあね、ちょっといただいてみまーす。このなんとも言えない昔ながらのね、昔ながらのガムって感じですね。はい。まずね、カードの方を見ていきたいと思います。日産 GTR。まあ、ミニカーそのものですよね。で、プライムモデルデラックスエディションと書いてあって、まあ、いつもね、マジョレットのこのカードはね、ちょっと暗めなね、ちょっと渋い感じになってますよね。で、裏の方にはスペックとね、あとミニカーのサイズなんか書いてあるので、スケールをね、求めるときにはとても、参考になるんじゃないかなと思います。で、最大出力が570馬力ですね。で、最大トルクが 637nm となってますね。はい。はい、それではね、早速見てまいりましょう。おー、光ってるね。めっちゃ光ってて、うまくね、目に入ってこないというか、ちょっとごめんなさい、山田ちょっと年のせいか、目がチカチカして、うまく造形が入ってきてません。はい。で、ホイールはよくあるものですね。以前発売されたマジョレットと一緒、あ、一緒ではなかったか。これね、GTR の R35 の、マジョレットなんですけど、ホイールは違かったですね。まだ、ただね、まあ、いろんな車に、お車に使われているものの、まあ、流用にはなってるかと思いますね。おー、内装なんかは一緒なのかな？一緒っぽいですね。そうですね。で、ギミックを付けたっていうことですよね。多分ね、これ金型が一緒かなと思うんですね。はい。まずね、フロント見てまいりますと、あ、この辺はちょっと塗装が寂しいかなって感じしますね。あの、プラスチックのね、成形色のままって感じですね。多分、シャーシの成形で、同成形でね、されてると思いますね。で、あの、ボディが被さってるって感じになってますね。で、クリアパーツになっていて、以前のも、あ、そうですね、以前のもやっぱりシャーシとね、同色になってるかと思います。はい。で、GTR のね、文字がね、こちらにありますね。ちょっとここは安っぽかったかな。まあ、700円なので、そんなにね、デラックスと言っても、まあそこまですごくはないですよね。ただね、やっぱギミックがね、まずドアはまあ開くと思うんですよね。以前からね、こちらのものもドアは開くので、こうやってね、ドアは開くと思うので、あ、ちょっと開けて、あ、開きますね。結構スムーズに。私のね、持ってるこの個体は結構カチカチだったんですけど、今回はね、こちらのデラックスなので、スムーズになったのかな？そういうわけではないか。おー、で、中は、ブラックの内装で、もちろんね、結構精巧に作られてますね、内装はね。はい。お、なんかすごい色ですよね。へぇー。で、こちらね、スペシャルギミックがあるので、タイヤはプラスチックパーツで、ホイールもプラスチックパーツですね。で、ボンネットが開くんですね。お、結構、なんていうんでしょう、指が入って開きやすくなってました。あ、しまっちゃった。あれ？あ、ちょっとこれだけダメだね、やっぱり。よいしょ、あれ。よし、できた。おー、R35 のボンネットが開いたので整備ができますよ、皆さん。整備をね、するシーンをね、思い浮かべたりできるんじゃないかなと思います。へー。あ、タイヤはゴムだ。これごめんなさい。今ね、設置させてこう動かそうとしたら、普通だとこうシャラシャラなるんですけど、これならないの。なのでゴムタイヤでした。失礼しました。で、ホイールがね、プラスチックなんですね。ゴムタイヤですか。おー、大人向けだね。やっぱ子供向けはやっぱこうやっていっぱい走った方がいいと思うので、あの、プラスチックタイヤの方がいいと思うんですけども、大人はね、そんなに遊ばないですから、山田はいっぱい遊びますけどね。で、サイドを見ていきますと、ウインカーと、こちらの、これは何になるんでしょうね。まあ、ちょっとした飾りですかね。で、ドアノブがシルバーで塗られていて、このリアのね、ここの辺もシルバーで塗られてますね。で、リアの方を見ていきますと、ほう、細かくね、二重になっていて、まあ、この辺はでも普通のものと変わり映えはないかなーって感じですね。そうですね。一緒ですね。はい。うん、一緒ですね。はい。そうですね。やっぱ金型は一緒なんだと思います。で、屋根がブラックになっていて、これはガラスの成形なのかな？もしかしたら。そうですね。この辺のパーツは、このガラスのパーツは多分一体成形のパーツになってて、ここだけね、ブラックで塗られてるのかなと思います。はい。違うかな？なんか前のは、以前のはこれはプラスチックパーツじゃないと思うんだよな。あ、でも、あ、そうですね。はい。これもプラスチックパーツじゃないか。あ、違うかもしんない。ごめんなさい。失礼しました。
すごいね。なんでギミック付きで、まあ普通のマジョレットは450円で、今回のマジョレットは750円なので、どっちがいいかってことですよね。で、サスペンション機能はついていますね。で、まあタイヤがね、こうやってキッチキッチにね、タイヤハウスに収まっていて、めちゃくちゃ辛い位置になっててかっこいいんですが、サスペンションがついてるというね。そして、ボンネット開閉ということで、素晴らしいですね。はい。何の色だろう、これ。こういう風になってたんだ。はい、じゃあね、次。ブリバリしていきましょう。じゃあ、ポルシェいっちゃおうかな。ポルシェね、これは、まあ、ポルシェ934ですよね。ポルシェ934。まあ、ポルシェ934っていうのは、1976年から77年間のね、2年間の間ね、76年から77年なので、2年間の間に、作られたレース用の GT カーをね、まあ、市販でもね、販売されたんですけども、まあ、コンセプトとしてはレース用の GT カーということで、ごめんなさい、ちょっとブリバリしていっちゃいましょう、ね。はい、作られたお車になりますね。まあ、最終的には、400台製造されたみたい、販売製造されたみたいですね。で、結構ね、レースで活躍した車のようで、まあね、この辺にちょっと馬力が書いてあるので見ていきますけども、最大出力の方は490馬力です。91馬力。まあ、私がね、ちょっと調べたところによると、485馬力だったんですけども、まあ、何なんでしょうね。グレードとかあったんでしょうかね。まあ、それで水平対向エンジンのリアエンジンですよね。の6気筒のエンジンで、2994cc のターボエンジン。で、リアにエンジンが配置されているという、まあ、まさにね、ポルシェらしいものになるかなと思います。で、このね、今回の、グリーンなんですけども、まあ、この、ですね、この、バイラントっていうね、ここにマークがいっぱいあって、あとね、この、象徴的なウサギのマークがあるんですけども、これなんかよく見えるかな。まあ、ちょっとね、ルーペね、あったんです。引っ越ししてしまっちゃったかな。引っ越ししようとしてしまっちゃったかなと思って。で、このバイラントっていうのは、ドイツのね、空調機メーカー、空調機器のね、メーカーであって、まあ、スポンサーですよね。このウサギちゃんね。うわー、やっぱ昔のこういうものは、雰囲気がありますね。1976年、当時のね、こういう感じの、で、サイドもね、ウサギちゃんがこう書いてあるかなと思うんですけども。でね、よくね、言われてるのが、コバルトグリーンカラーって言われているんですけども、まあ、今回のちょっとマジョレットのものは、ちょっとコバルトブルーというよりは、って感じするんですけどね。で、結構ね、ホイールなんかも確かね、当時のものはね、ゴールドが採用されてたような気がしたんですけども、あとちょっとね、実写の画像なんかあったら貼り付けときましょうかね。だと思ったんですね。かっこいいね。で、ゴムタイヤで、ゴミって言いそうにして、ゴムタイヤね。で、まあ、サスペンション機能はね、ありますけどね。はい。いやー、綺麗なホイールだな。かっこいい。で、まあ、もともとね、この金型は、まあ、この前のね、ポルシェの、これはヴィンテージモデル2のラインナップでしたかね。の時に発売されたものと、金型一緒だと思うんですね。まあ、クリアパーツになってますしね。はい。あ、で、鉢巻きとかにも、パンプしたやつあるので、結構やっぱりね、なんだっけ、ディテールペイントですね。ディテールペイントになってるんですね。いやー、かっこいいなー。まあ、これはね、ちょっと両者かっこいいね。934。で、ドア開閉はもちろんありますね。さすがデラックス、ちょっと、開け心地が緩いぞ。あ、一緒か。一緒だった。で、ちょっとね、細部の方を見ていきますと、フロント見ますとね、いやー、このね、迫力のあるお顔をしていて、スポイラーなんかがね、ついていて、めちゃくちゃかっこいいですね。で、ポルシェのマークがあって、バイラントの、ウサギのマークがあって、これは6番ですね、ナンバーリング6番で、この辺にね、メーカーロゴが入ってますね。すごい。いいっすね。ほうほうほう。で、リアの方は、ポルシェのね、ロゴがね、あつらえてあるテールランプになってますよね。で、ウインカーが塗装になっています。うわ、このやっぱりね、934もかっこいいですよね。いや、いいなぁ。で、マフラーがね、結構細いのが一本立ちかな、これ。になってますね。はい、じゃあちょっと接しさせて、サスペンション機能はありますね。はい。いやー、ちょっとかっこいいな、マジョレット。やっぱりクリアパーツはいいよね。で、この転がし具合が全然違うわ、やっぱり。はあ、こんなの、今後ね、これ、ずっと出てほしいですね。ずっとっていうか、いっぱいラインナップ出てほしいですよね。それではね、最後になりましたが、プライムモデルデラックスエディションの、フォード、マスタングね。このマスタングはね、年式で言うと、そうですね、1970年代とか、その頃かな。65年ぐらいか。70年より前かな。65年ぐらいですよね。多分65年。
っていうことにしましょうか。年式ちょっと欲しいですよね。はい、それじゃあね、最後ブリバリしていきたいと思います。これフレアのね、なんかホットイールなんかよりもすごく細かくフレアが塗装されていてかっこいいなと思って、まあこちらとね、このマスタングと高年式のマスタングと迷ったんですけども、まあギミックもね見たかったんですけどね、今回はやっぱり私が旧車好きということでこちらを選ばさせていただきました。はい、よいしょ。ちょっとガムのね味なくなってきたので、ちょっとガムもう一回食べようかな。これガム食べながらほらね、ミニカー見るのってやっぱ楽しいよね。よいしょ。あららららら、あれこんなになっちゃった。飛び出た。はい、じゃあいただきまーす。あれ、さっきと同じ味だ。当然か。失礼しました。まずカードの方を見させていただきますと、最大出力が274馬力になってますね。はい、でまあこのようなね、ちょっと寂しげな感じになってますが、ミニカーの方は真っ赤なね、情熱の真っ赤なバーをって感じのミニカーになってます。あ、やっぱ形がかっこいいから映えるね、映えるね、映えるね。はい、フロント見ますと、これはね、もうね、売り場で見た時からもう一目惚れに近いぐらいに気に入ったんですよね。何かというと、このフロントの細部塗装もそうなんですけども、このフロントよりもリアね、このリアのこの辺が細かいでしょ、塗装が。これでちょっと、こちらに軍配上がったと言っても過言ではないんですけども、この辺のね、これ何で書いてあるの、これムスタングって書いてあるのかな、なんかね、ちょっと読み取れないんですけど、ちょっとルーペ開けてみようかな。なんか文字っぽく見えるんですけども、なんて言うんでしょうね、秒的なね、秒っていうの、なんていうの、ネジ的、ナット的、ボルト的っていうのかな、かなと思ったんですけど、どうなんでしょうか。縦の汚れだったらびっくりしちゃうんですけどね。あ、多分ね、この感じでいくと、ムスタングって書いてあるんでしょうね。これね、ムスタング。そうですね。多分、ムスタングって書いてあると思います。で、このね、馬のマークが、馬のマークというか、馬のこのエンブレムがありますね。はい。で、テールランプなんかもね、めっちゃ細かく塗られていて、ちょっと一目惚れに近いぐらいしました。で、内装のね、色がエンジで、で、バンパーの色がこれグレーになってるので、成型色ですね。これグレーの成型色なので、バンパーと内装のパーツが別になっていて、あとシャーシのパーツも別になってますね。はい。で、こちらね、メタリックホイールなので、スペシャルギミックはないんですけども、もちろんね、ドア開閉はあります。私、あ、これはちょっと、開け心地が軽かったですね。やっぱこれ作られた年代によっても違うのかもしれませんね。気候が。で、内装を見ますとね、エンジ色のワインレッド色の内装で、とてもいいですね。まあ、エンジ色の内装っていうと、上層学院、甲子園で言うと上層学院なんかがこの色のユニフォームですよね。上層学院。まあ、茨城県の人は知ってるかなと思うんですけどね、茨城県の方でいらっしゃったら、ちょっとね、名前出てきてびっくりみたいな感じでしょうか。はい。そしてヘッドライトがクリアパーツになっていて、ここも細かくね、塗装されていて、とても良いと思います。で、ゴムタイヤで、サスペンション機能がついていますね。かっこいいな、このムスタングの形はかっこいいね。じゃ、ちょっとね、視点を下げて、他のムスタングとちょっと並べてみようかなと思います。じゃん。はい。こんな感じでいい。もうちょっとこうやって、こっち下げようかな。こんな感じ。いい感じじゃないですか。こんな感じで下げて、まあ、大体ね、年式一緒かなと思うよね。ホットイールのまず、ホットイールのものが、かっこいいのがあるんですよ、これ。多分ね、大体同じぐらいの年式のね、マスタングだなと思うんですけども、まあ、この辺のね、ハッチバックの感じとかとてもかっこいいですよね。ただ、やっぱりね、作るミニカーメーカーによって違うなと思うところは、やっぱ形が全然変わってきてますね。はい。どっちがかっこいいって言ったら、やっぱ、ホットイールのちょっとこのノペットされたように作ってある感じがかっこいいんですよね。単体で見ると、このお形もめちゃくちゃかっこいいなと思ったんですよ。もう本当に、いやちょっと乗りたい。乗ろう。ちょっとごめんなさい。ちょっと妄想ね。はい。ちょっとね、中尾だけどね、今日はこのムスタングに乗ってね、茨城県の上層学院へ野球の練習を見に行きたいと思います。え、思いますって、中尾だったんじゃないのかな。シノ、それじゃ行くか。そうですね。今日も、行かないわ。シーノさん、最近冷たいよな。じゃあ、一人で行ってきまーす。おなしゃーす。うわ、ホイール回るのかっけー。やっぱメタリックのホイール。メタリックって言っても、これ、メッキ塗装ってだけですよね。もともとはプラパーツで、メッキパーツになってるってことだけであって、金属ではないですよね、これね、多分。まあ、持った感じそうですし、裏打ち。裏側見るとどうだろう。これ、金属パーツじゃないよね。あ、金属パーツじゃないですね。触った感じね。はい。
ですね。で、まあ、このね、ホットエールと言ったら、ガールズカラーのムスタング、みたいなね。マスタング、ムスタング。まあ、ムスタング、マスタング、どっちでもね、呼び方はいいのかなと思いますね。うわ、このリアスポイラーとかめっちゃかっこいいな。かっけえ。でもこれ結構ね、ふんだんにね、ドンキホーテとか、トイザラスで結構や投げ売り価格的な感じで売られてたかなと思うんですけども、かっこいいね。それと、これ、これ最近ほら、トミカのフェラーリが発売されたと思うんですけども、ブラーゴ社のものですよ、これ。ブラーゴね。ブラーゴのフェラーリはね、ちょっと結構ね、酷評が多かったようですよね。まあ、それとね、大体同じような年代のものですね。やっぱこれを見ると、まあ、ブラーゴの品質がよくわかるかなと思うんですけどね。まあ、値段が違うので、なんともあれなんですけども、とてもブラーゴってデフォルメされてるなと思うんですね。デフォルメされてるのか、成形の技術がこんな感じなのか、ちょっと私にはわかりしれないんですけども、なんかね、いつもね、実写とは全然違うなっていう感じはあるんですよね。はい。リアなんか見るとね、ほら、同写真っぽい感じがするけど、全然違いますね。何なんだろうね、この感じ。まあ、それで、今回の、フェラーリがまあ700円っていうとね、まあ値段が、まあいろいろね、コメントいただきまして、まあ値段が500円とかだったら結構みんなも満足いったんじゃないのかなと思うんですけども、まあこれね、ヘッドライトがトミカのね、通常版ですら、クリアパーツでね、やってるものが多いので、まあちょっとあれでしたよね。まあこのブラーゴクオリティですかね。でまあ若干ね一回り大きいってねお伝えしたと思うんですけども、今回のねマジョレットなんかとも並べるとやっぱりねマジョレットもどちらかというと大きめなので、まあ大体サイズ感が一緒なのかなと思いました。まあただねこのピスタンねちょっと持ってなかったので、めっちゃコレクションになったので、うわかっこいいフェラーリこのスタイリングねビューティフルですよね、本当にかっこいい。ちょっとまあだから価格がもうちょっと抑えられるとみんな満足したんじゃないですかね。例えばトミカの通常版と一緒で495円とか、まあ約500円ですよね。まあそのぐらいの価格設定にしたらまあ文句はなかったのかなと思うんですけどもね。はい。これはかっこいいね、やっぱフェラーリね。はい。そしてムスタングなんですけども、あと一個ちょっと用意したんですけども、ベーシックカーの方のホットウィルのもので、かっこいいのがあったので、ちょっとね、ご紹介したいと思うんですけども、こちらもね、ガルフカラーのものになりまして、これベーシックカーですよね。とてもいいですね。まあ同じぐらいのね、年式でかなと思いますね。わあ、でもこれやっぱりドア開閉ギミックあるのはいいわ。グリーンライトとかはね、確かね、このムスタング私持ってないかもしんない。このムスタングってこの形がまあ一番、まあ有名だと思うんですけどもね。いつでも買えるっていう頭があったりして、ホットウィルなんかでもいつでも出てますし、グリーンライトか M2 マシンのもね、たくさんカラーバリエーションが出てるので、後でもいいやと思ってね、いつも買わずにいるんですけどね、意外と買ってなかったというね。はい。はい。そして、ポルシェの方ね、ちょっと見ていきたいと思います。これやっぱりね、メタリックカラーになってるホイールをこうやって回すのはやっぱ楽しいですよね。はい。バイラントカラー。コバルトグリーンのバイラントカラーですね。こんな色でいいのかな？ちょっとね、記憶が定かではないので、なんとも言えないんですけども。あとね、ちょっとお色味が、オレンジ色がね、この辺に入ってたような気がするんですけど、あと画像ね、ほんと貼っときますので、ね、ちょっと、ね、確認してみてくださいね。ちょっと手数は少ないかなと思うんですけども、私はね、タミヤのね、模型かラジコンでちょっとね、見たことがあったんですけど、もうちょっとね、カラーリングが多かったかなと思うんですけども、まあ、それでもかっこいいですね。やっぱ934もかっこいいね。いいっすね。で、以前発売されたものがこれで。なんか連発ですよね。これだってそんなに昔じゃないですからね。今の日本車セレクションの前のね、ヴィンテージモデル2の時に発売されたものなので、このポルシェ934ね、連発発売されてますね。いやー、ちょっとプライムモデルのデラックスはいいですね、これね。このクロームエディションの時は、ちょっとね、と思ったんですよね。で、今回の R35 も、まあ好きな方は好きなのかなと思うんですけども、これよりももうちょっとなんか、レーシングカラーとかにして欲しかったですね。こういうタンポ印刷がね、入って。まあアドバンカラーとかだったら最高だと思うんですけどね。はい。なんかね、このクロームだと、なんか造形がうまく入ってこないんだよなー。まあ、ただ、ボンネットが開くのはちょっとびっくりしましたよね。はい。いいねー。以前の、マジョレットと並べるとこんな感じで、以前のものは、ボンネットが開かないのでね。まあ、それだけでもね、まあ、お得といえばお得かな。プラス200円で、ここまでのギミックのプラスになったので。ホイールがかっこ悪い。ホイールがかっこ悪いな。このホイールあんま好きじゃないですよね、マジョレットの。
こっちのホイールだったらかっこよかったかもね。このホイールとか、あとこのポルシェに入ってるのもまだいい方ですかね。まあ、スキー好きがあると思うので、このホイールが好きって方もいますよね。はい。はい。いいですね。はい。そしてコミカのとちょっと並べてみましょうか。どのぐらいの感じか。コミカ、やっぱり、コストパフォーマンスに優れてるなーってやっぱ思わされますね。で、お顔の形も、随分とね、違うなーっていう印象を受けました。まあ、トミカのね、GTR も皆さん持ってると思うと思うので、こうやって見比べてみると、随分ね、マジョレットの方は細くて高くてって感じですね。で、トミカの方が、まあ、実車に近いかなーって感じがしますけどね。まあ、その他のメーカーでも、GTR に関しては結構あるので、まあ、見比べてるとね、もうお時間がね、もういくらあっても足らないので、まあ、この辺にしときますけども、あと1個、グリーンライトとかとちょっと見てみましょうかね。グリーンライトは64分の1のスケールなので、こんな感じなんですけど、まあ、各社ね、やっぱ、トミカのが一番かな。トミカの金型いいですね、これね。さすがやっぱり、まあ、メイドインジャパンじゃないですけどね、さすが日本が誇るトミカかなと思います。いいですね。ごめんなさい、ちょっと傷があるね。プレイセットで遊ぶから、やっぱかっこいいわ。リアウィングは、リアウィングはあれですね。やっぱこのマジョレットの方がいいですね。薄くできてるのでね。でもグリーンライトのも頑張ってんな。これかっこいいですね。まあ、いろいろあって楽しいですね。もう R3 号はね、いろいろもう出て、ミニ GT のね、まあ、いいか。今日はやめとこう。もうこの時間がね、こんな3個だけでこんなに時間取って見る人いるの？こんなのって感じになっちゃうので。はい、全部見ましたかね。そうですね、全部見ましたよね。はい、それではね、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。あとちょっとね、かっこいいのあったので、これだけちょっとマジョレットさんのあれなので、これだけちょっと映させてください。うわ、かっこいいなー。ポルシェ911GT3RS ですね。これも GT3 なので、まあ、レースよりね、開発されたお車になるかと思いますね。なので、こう新旧のね、 GT レースカーって感じですよ。まあ本当のね、実際にあったこのバイラントカラーね、メーカースポンサーメーカーのね、スポンサーカラーのものをね、こうやって発売されるのはやっぱね、ありがたいですよね。はい、今回はね、この3台、なんだっけ、プライムモデルデラックスエディションをフリバリしていきました。いかがだったでしょうか。皆さんは全種類買いましたかね。ツイッターのね、もう結構ね、私、皆さん購入してるの見てるのでね、隊長さんなんかね、もうすごくいっぱい買われる方で、まあ毎回ね、楽しみにね、画像を見させていただいてますけどね。はい、ごめんなさい。それではね、長となってしまいました。それでは次回の動画まで。バイバイキーン。